平和を祈るためにコラボレーション。一夜限りの特別な時間を皆様と共にお送りいたします。称名とはキリスト教でいう賛美歌にあたるものでございます。そんな称名と雅楽のコラボレーションをぜひ皆様お楽しみくださいませ。こちらは入場無料、全席自由となっております。お問い合わせは武山雅楽会事務局、携帯090-3337-3129 090-3337-3129 までお問い合わせください。そして続いてのお知らせはこちら、浦添平和発信事業、浦添平和演劇会ミュージカルピースフル君とつなげる虹色のお知らせです。こちら6月23日土曜日にですね、開催されるミュージカルとなっております。主催が浦添市で、参加するのが、浦添ゆいゆいキッズシアターというですね、こちら小中高生からなる、ミュージカル劇団となっております。会場が17時30分18時開演です。料金が大人999円、高校生以下500円です。場所が浦添市の手だこホール大ホールにて行われます。詳しいお問い合わせは浦添ゆいゆいキッズシアター、お電話番号 098-879-7460 098-879-7460 までお問い合わせくださいませ。続いてのお知らせはこちら、松本佳代子先生の琉球料理教室参加者募集のお知らせでございます。はい、現在琉球新報沖縄タイムス料理講演会レギュラー講師を務められている松本佳代子先生の琉球料理教室の、こちら市民限定の、参加者をですね募集しております。開催日が7月28日土曜日と8月3日金曜日です。開催時間が10時から15時でございます。開催場所が宜野湾市中央公民館調理室にて、定員は20名で、初めての方優先で、それ以上になりますと抽選となります。なんと参加費は無料で教えていただけるということでございます。こちら申し込み期間が7月2日月曜日から7月10日火曜日となっております。申し込み方法は電話予約か窓口予約にてお願いいたします。電話は宜野湾市保健相談センターまで 898-5583 898-5583、 窓口予約は宜野湾市保健相談センター、宜野湾市前原 1-13-15 まで。時間は平日8時30分から17時15分、8時30分から17時15分までございます。どうぞ皆さんふるってご参加くださいませ。そしてもう一つこちらお知らせしましょう。来週の水曜日もですね、ゲストの方お越しになっていただきます。こちら青猫 T シャツ店の方ということでございまして、アートギャラリー空の絵にて行われる青猫 T シャツ展、これアートを着ようという題しまして、行われる T シャツ展でございます。こちら日時が6月23日土曜日から、7月8日日曜日まで行われます。詳しいお問い合わせ先はですね、森山さんまで 090-9851-3719 090-9851-3719 までお願いいたします。こちら展示会場は空の絵沖縄市中央 1-17-16 にて行われます。また来週ゲストにお越しいただきますので、ぜひそれまでもお楽しみくださいませ。以上 FM 宜野湾ニュースでした。
い、こちらサザンブリーズ水曜日お送りしております。ゲストの方ね、先ほどお越しいただきまして、メッセージをいただいてますね。ちょっとご紹介しましょう。まずミスターキラッコさん、こんにちは。いつもと違う場所で放送してるんですかって。そうなの。そうですよ、今日はねビーチからの放送ですよ。あ、ビキニギャルが今ちょうどあー、かわいい、かわいい、ひーちゃんが反応するんだ俺が反応しようと思ったのに。かわいいバイバーイ。手振ってくれました、ありがとうございます。さあ、そしてメッセージいただいていますのがですね、大塚健二さんやタイゴさんがねメッセージいただいておりますけども、はい、ツイキャスにはもう先ほどから映ってるということで、うん、1000人が来たとまさに大興奮、私も思ったもん、うっせ1000人がいるって大興奮でございますけども、はい、1000人がいるってひーちゃんがご紹介して、私が読んだのに私がびっくりして、1000人がいる今日って。いやもうそんな言い方したらもう失礼でございますからもう、ね、すぐもうご紹介いたしましょう。さあ本日2組目のゲストはこちらの方、近所、重信さんでございます。よろしくお願いします。あ、皆さんこんにちは。泣き人からやってきました近所重信と言います。はい、まあ、またの名は、まあ、コーヒー仙人ですね。やっぱ仙人と呼ばれてるんですね。はい、もうもう一人のひとみちゃんからも、もう仙人仙人と呼ばれています。明日が誕生日なんですけど。誕生日そうなんですね。大変失礼ですけども、明日誕生日でおいくつになるんですか。いや、一応367歳。マジ仙人だ完全に仙人だえ、でこの金城さん、まあ、ひーちゃんのね今日は紹介でということなんですけど、はい、ひーちゃんはどういうつながりで。フェイスブックで、私もすごいコーヒー大好きで、はい、はいはい、ですごい気にはなってて、うん、でゲストでね来てくださるってことで、はいはいはい、え、じゃあ来てよ。どうやってそのフェイスブックはつながったの。わかんない、覚えてない。まあ僕もわかんないけどね。まあまあまあ、縁ということで。まあその、すごいですね。一度もお会いしたことないのにもかかわらず、そう誘う方も誘う方だし、ちゃんと来ていただく方も。いや、出たい出たいみたいな。さっき名刺見たら FM やんまるも出てますね。あ、そうですか。FM やんまるも。ありがとうございます。今 FM チャタン交渉中です。あ、そうなんですか。いろいろ出たいらしいので、いろいろやられてるんですね。いやいや、もう沖縄の全コミュニティ局シェアしようと思って。なるほどなるほど。じゃあいい機会ですね今日は。はい、よろしくお願いします。ね、よろしくお願いします。はい、というところでね、今ちょっとお話しいただいたんですけども、金城さんは今泣き人村の方で、うん、コーヒー農園と見学とか、はい、コーヒー農園見学、コーヒー焙煎体験、コーヒー学講座、はい、収穫体験なんてのもちょっとやられてるというところで。すごいたくさんやってるよね。はい、なんかこれはもう元々ずっとやられてたんですか。いやそういうわけじゃないですよね。さっきもちょっと質問があったんですけど、本職は何ですか、はい、って言われたんですけど。何なんだろう金城さん本職。いや、本職は会計屋です。え、そうなんですか。経理畑からちょっとコーヒー畑に移っただけで。会計、あ、会計理、経理畑です。そうですよね。はい、そこからなぜそう移るようになったんですか。いや、ただそこに畑があったから。うわ、かっこいい、それ仙人だもん、はい、言葉が。はい、ちょっといろいろ訳があって、はいはいはい、やらざるを得なくなっちゃった。へえ、すごい。でもそれでやりきってやられてるのがね、すごい。まあやっぱりやるからには人と違ったことをやらんといかんもんで。はあはあはあ、だから まあ、その決意の表れとしてひげ伸ばし始めたんです。あ、そうなんですか。あ、そうなんです。元はじゃあ短め。いや、もう経理畑ですから、ひげ伸ばしたらすごいダメになりますんで、もう会社も辞めて、はいはいはい、まあ、それからコーヒー本の応援をやられてるってことですもんね。はい、え、農園見学っていうことはもうじゃあ見に行けるんですよね。そうですね、はい、まあ、特に今コーヒーがもう3回目やがて花が咲くんですけど、まあ、3日ぐらいしか咲かないんですよ。そうなんですか。はい、ですからほとんど見たことがないと思います。うん、そうですね、年間にやから9日ぐらいしか咲かない。はあ、
そんなもんなんですか、はい、まあ、4月に1回、5月1回、6月1回ぐらいですかね、はいはいはい、じゃあ咲いてる期間をこう教えなんか載せて今咲いてますみたいにやってるんですか。一応あの Facebook では情報全部発信して、まあ、それを見た京都の方が明日行くって感じで、すごい、はい、あのすごい、あ、じゃあそんな全国いろんなところから来られるんですね。はい、あの結構咲いてる時がいいな、来ますね、花が見たいということで。すごい。いやだともうね、さっきずっとね、ひーちゃんももう興味津々で、そう、行きたい行きたいっつって。行きたいよ。じゃあ花咲いてる時にすぐ情報を見つけて、はい、あ、明日行きますって言えばいいんだ。そうそうですね。もう僕大体年に10日だから。大きい雨が降って3日後に大体咲きます。あ、そうなんですね。じゃあこの何日かは咲いてたんですか。そんなことないですか。いや、ちょっと3回ぐらいこう一月おきぐらいに大体咲きますから。なるほど、なるほど。最新で咲いてたのはいつなんですか。今つぼみですね。あ、じゃあもう少しで少しで、少しで、はい、あ、今週末は見れるかもしれない。マジ今週末ですって。皆さん亡き人相まで行っていただければコーヒーの花が見れるかもしれないです。すごい、焙煎体験もできるしね、はい、焙煎で収穫も体験。収穫はまあ大体10月から翌年の3月ですね、うん、まあ、焙煎体験はまあ年中やってますので、はい、でまあテーマがコーヒー畑でコーヒーを飲むっていうのが、すごいキャッチフレーズですね。すごい、まさにもう取り立ての、でしかも自分で焙煎して、へ、で自分で豆ひいて、その僕もその全くそのコーヒーの仕組みが分かんないんですけど、それまでずっとそのついていたコーヒーの、まあ、実ですかね、はい、それをもうその場でもうすぐ取って、なんかしばらくしたらいろいろ工程踏んだらその場で飲めるんですか。飲めます、はい、へ、まあ、ただし3月、10月から3月末ぐらいまでですね。あ、時期が決まってるんですよね。半年ありますから結構期間長いです。なるほど、ミスターキラッコさんからの質問で、うん、コーヒーの花の色って何色なんですか。白ですね。柑橘類かジャスミンって思えばいいですね。はー、なるほど。香りも大体同じです。ジャスミンとか。あ、そうなんですか。柑橘類、はい、まあ、よく聞かれるのがコーヒーのいわゆる皆さんが思ってるコーヒーの香りがするんですか、はい、って言われますけど、全く違います。あ、そうなんですね。違うんですね、はい、そっか、はい、焙煎してやっとあの香りになる、ね、そうです。焙煎教室やりますと、うん、最初は、まあ、ちょっと草雑草の匂いするんですよ。はいはいはい。で焙煎していくといわゆるあのコーヒーの香りになっていきます。だから その過程が皆さん面白いみたいで。あ、そうですよね、はい、まあ、そこが感動もんというか。金城さんのそのコーヒーを作られている時のなんか一番のこだわりとかってどういうのを持たれて作られたりしてるんですか。うん、まあ、やっぱり有機栽培ですね。まあ、当然沖縄の場合は全部無農薬です。はい、理由は指定農薬がないんですよ。あ、そうなんですか。はい、マンゴーの場合は例えばこの農薬を使ってください、収穫前の2週間前までにしてください、年に2回にしてくださいとか、うん、いろんな規定があるんですけど、はい、コーヒーの場合は要するに生産してないわけだから。なるほど。農薬会社も指定を取らないんですよ。へー。じゃあでもだから逆に今新鮮な美味しい、ね、そうですわ、はい、コーヒーでいただけるというんですか。まあ、外国から来る場合にはまず燻煙処理とか、はい、あと防腐剤、はいはいはい、かけますけどね、まあ、ポストハーベスト農薬、うんうん、まあ、沖縄は全くそれがないです。だからそういった意味からすると、まあ、安心安全、まあ、美味しいというか、ね、無農薬、はい、無農薬じゃそんなないんだ。ほとんどコーヒーの場合は綿花、タバコ、うんうん、コーヒー3番目に農薬使うと言われています。そうなんですか。はい、多分これも皆さん知らないはず。知らないです。コーヒー農薬使ってると思わなかった。いや、外国は結構使ってます。体にいいとか飲んで悪いことしてるのか。結局、ね、それはまあ、まあ、摂取量によるだろうけど、まあ別問題で、ね、別問題か、はい。また質問ミスターキラコさんからいただきましたけども、焙煎時間が1秒でも長かったり、
短かったりすると味が変わると聞いたんですけども、これは本当ですかと。若干は変わります。まあ1秒程度だったら、まあじゃあこれが例えば判別できるかというと、まあ、そこまでは、まあ、10秒ぐらいだったら当然変わってきますけど、でも10秒でもやっぱ変わる。焙煎時間っていうのはその平均でどれぐらいなんですか。もう量にもよるんですよ、うん、もちろん、うちらがやってるのは銀杏入り機、はい、これぐらいの大きさなんですけど、はい、だいたい7分前後ですね。7分で、2、3名で来ると焙煎の仕方全部変えます。ああ、それいいですね。面白いですね。で、比べられるんだ。はい、そこで全部飲み比べですね。わあ、それやりたい。私3人、5人ぐらい呼んでいこう。浅くやるか。なるほど。中間ぐらいか、深くゆっくりやるか。はあ、なるほどね。それで味を変えて、はい、これでまあ、全員飲み比べしますから、うん、それいい。みんな意見が違うんです。そうでしょうね、はい、結構面白いですよ。いや、面白いで、自分で収穫して焙煎までやって飲むっていうのが、はい、何もかもできます。焙煎自体はもういつでも大丈夫なんですよね。大丈夫、いつでも収穫がまあ決まってる、はい、10月から、まあ、果物なんで、うん、基本的には。あ、そうか。じゃあもうなんか焙煎用の豆がまああると、まあ、あります。年中は、はい、あ、なるほど、ま、じゃあそれもいけるってことですね。はい、はー、花は見たいなでも、もしかしたら今週末っていうね、言ってますから、ね、今週、まあ明日の朝またフェイスブックアップしてみます、ね、随時チェックということです ね、あ、だからじゃあこのコーヒー農園の見学とか焙煎体験やりたいっていう方は、うん、こうどちらからお申し込みとか連絡したらいいですかね。そう、直接携帯まで。なるほど。090-9780-8258、はい、で、フェイスブックは金城重信で、はい、ヤフーのブログで沖縄コーヒー仙人、仙人じゃん、はい、すごい、検索すれば出てきますので。そう、僕も先ほどちょっとネット検索したらコーヒー仙人出てきました出てきましたので、はい、ぜひちょっとねこれ見ていただいて、はい、フェイスブックページでもね、金城重信さんで、検索していただくとね出てきますから、そこでまたご連絡していただければいけるということで、ま、これ言っていいかどうか分かんないですけど、どうですか、うん、大丈夫。FM 宜野湾お聞きの皆さん、はい、特別割引、お、お、大丈夫ですか。でいいんですか逆に、はい、逆にいいんですか。あ、大丈夫です、はいはい、いいんですか。 FM 宜野湾を聞いたと、はい、言っていただければ、うん、はい、その代わり合言葉って必ず聞き返しますので。あ、お、はい、いいですね。合言葉と言ったら、コーヒー仙人と答えれば、あ、いいですね。おー、いいそれ一応2割引きいたしますので。あ、2割も、いやー、いやーすごいお得だ。皆さん聞きました、コーヒー仙人ですよ、うん、合言葉コーヒー仙人、コーヒー仙人と言って、まあ、お申し込みいただくと FM 技能は聞きましたと、まだ一言添えていただくと、こちら2割引きで体験できるということでございますので、ぜひ皆さんお申し込みくださいませ。あとカフェもやっていますので、はい、まあ、コーヒーカレーですね。コーヒーカレー、はい、やっぱりうちはコーヒーがテーマなんで、はいはい、まあ、ご飯をコーヒーで炊いてるんです。僕だからコーヒーカレー、カレーによくそのコーヒーの粉とか入れてとかってやるわけじゃなくて、うん、じゃないです。お米米をコーヒーで炊いて。え、なんで。へー、すげーな、それは。それお米で炊いたらどんな味がするんですか。若干コーヒーの香りをします。超食べたい、そのご飯を売ってほしいわそのお米カフェで販売してるんです。お米持って帰りたい。あと、ルーの中にはご予約いただいた方だけはコーヒーの果肉、へえ、果肉も入ってます。うわ、めっちゃ嬉しい。へえ、面白いですね。もう全く人がやらんようなことを今いろいろ研究してますんで、ちょっとこれは行きましょうよ皆さん。食べたいこのカレー、はい、泣き人村でしょ。僕名護だからすぐ行けるんです。すぐ行ける、はい、もうすぐ行けるんです。行きましょう。いや、すごい、もうぜひ。いや、コーヒーカレーはちょっと食べたいな、うん、もうぜひお願いします。はい、もう本当皆さんびっくりしてますよ、このメッセージでも。まさかお米にって、すごいそっちか。だからご飯、ルーは白っぽいです。
ルーは白っぽいんですか。はい、真ん中にご飯は茶色っぽくて、ールーはちょっと白っぽいですね。ルーにはコーヒーは別に入ってなくて、果肉は注文だけ入れてるんですね。果肉は入れてる場合と、もう予約いただければ入れます。いろいろやるということでございますので、ぜひ皆さんお越しくださいませ。詳しくはね、金城重信さんのフェイスブックページご覧になっていただくと、はい、分かりやすいかなと思います。よろしくお願いいたします。というわけでございまして、今日もちょっとたっぷりお時間ね、いただいて、いろいろお話伺いましてありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ぜひ皆さん、FM ギノワを聞いたと、そしてコーヒー仙人とキーワード言って、合言葉言っていただいて、こちらお楽しみください。よろしくお願いいたします。というわけで、本日2組のゲスト金城重信さんでございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ、それではこのまま天気道路交通情報いきます。さあ、それではこの時間は宜野湾市周辺のお天気情報をお知らせしたいなと思うんですけども、今ちょうどビーチが大雨降ってきました。やばい、とんでもない雨降ってきましたね。天気良かったのにショック。ねえ、さあちょっとこの後のお天気、まあ、完全にスコールなんですけども、まあ、宜野湾市のお天気でいうと、この後夜は、曇り、ところにより夜初め頃まで雨と、降水確率 30% なんですけども、猛烈なスコール降っております。ビーチで皆さん遊ばれて、皆さん気をつけてくださいね。気をつけてくださいね。さあ、そして明日21日のお天気は、曇り時々晴れでございます。明日降水確率 20%、予想最低気温が27度、日中の最高32度となっております。とにかく今の猛烈な雨が、雨宿り頑張ってください。気をつけください。以上お天気でした。続いて道路交通情報まで行きましょう。現在の沖縄自動車道は、こちら沖縄道上り沖縄南インターチェンジ付近故障車止まっております。沖縄道上り、沖縄南インターチェンジ付近の故障車止まっておりますのでお気をつけくださいませ。続いて一般道です。一般道の交通状況、こちら王者名から前原向け渋滞です。王者名から前原向け渋滞です。続いて、漬け欄から茶壇向けも渋滞しております。そしてですね、現在58号線、こちらぐすくま牧港間あたり両方向渋滞です。はい、トロピカルビーチから帰られる皆さん、ちょっとね現在渋滞の時間となっておりますので、お気をつけくださいませ。那覇方面など西海岸道路がもしかしたらスムーズかもしれません。ご利用くださいませ。以上、天気道路交通情報でした。さあ、サンブリーズ水曜日お送りしてまいりましたけども、本当にこの番組終了間際にすごいスコールが、ね、ああ看板もバッカバカ倒れてます今。びっくりした。本当にね、遊ばれて皆さんもお気をつけくださいませ。まあ観光の皆さん、これもあの沖縄ですから、はい、こういう日もこれもザ沖縄でございますから、楽しんでいただければなと思います。さあ、ということでございまして、あ、エコさんが、あ、そう、あのね、私今週土曜日エコさんがねお店に来てくれて、うん、一緒に三線をね弾くの。マジっすか。だから皆さんお時間ある方はね、あの今週土曜日慰霊の日です、23日。あ、やるんですね。はい、あの遊びに来てくださいね。はい、歌姫です。皆さん、この後も FM ギノワンでお楽しみください。この後はユンタク二平デビルお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、ギリギリなすけどメッセージメール来てました。東さん、ひーちゃん、こんにちは。ラジオネームテイツー師匠、ひーちゃんとは仲良くいつも聞いてるよって。ビーチにも遊びに行きます。今日も最後まで頑張ってくださいといただいてました。ありがとうございます。さあ、というわけでございまして、本日水曜日お別れの時間でございます。お別れにしようと思ったら雨が止んできました。本当だ、スコールだね。というわけで本日のお相手、私東克明と、はい、水曜日アシスタントのひーちゃんでした。ビーチの皆さん、お気をつけてお帰りください。バイバーイ。